テクラのデジョンです。今回ナビ VS アルヘンフィストというクランとの対戦ですね。実はね、これライブで撮ってたんですけど、ちょっとね、撮影データが残らなくてですね。まあ、撮り直してるって感じですね。というわけで早速やっていきたいと思います。はい、先行対戦相手の方からスーパードラゴンに、グローンが入った形、ロケバルも4体というところで、まあ、かなり編成はシンプルですね。バルーンは15体とかなり多めに。両サイドバルーンベビドラで削っていって、対空砲をね、ロケバルで刺せるような形を取っていって、刺していきます。逆サイドも同じようにやっていく感じかな。ロケバル刺していってと。うまいですね、タイミングも。クイーンを展開して、キングクイーン、そしてスーパードラゴンを展開していって、まあ、突撃艦クローンでタウンホールプラスも乗り添っていくような形かな。うん、すべてバルーン出し切りつつ、まあ、ロケバルをウィズ島付近にね、重ねて出すことで、まあ、ホーミングとかそういうケアかな。さあ、トームもいいタイミング。さあ、ここで、スーパーガーゴイル入ってますね。まあ、ドラ系、ポイズン積んでないっていうのもあって、火力が結構高く入りやすいところ。さあ、ここはフリーザかけずに、タウンホール、レイジ、を突破できましたね。まあ、バルーンもね、クローン新レベルになりまして、出てくる数増えましたね。さあ中心部ここ突破できるかですか。オデンゾーが入ってますね。そこフリーズかけたいところですが、かけれない。そうなるとスーパーガーゴイルの勝利ができず、気づけば上もかなり苦しいですね。なんでかわからんけど、こういうのってなんか初手にヒーロー展開すると意外と伸びないんですよ。こうやってキングが溶けていって、まあ、そうとも限らんけど、割とねスーパードラゴンの進行自体はね、そこそこいい展開は作れてたんですが、中心部突破できずというところ。さあ、ロイヤルチャンピオンとクイーンのみでどこまで伸ばせるか。さあ、クイーン落ちてしまいました。もう呪文もないので、これ、折り切って即ブーメランですね。ここで打っていって、うん。宝石まではなんとか突破しつつ、あとはちょっとずつ回収を伸ばしていく感じかな。まあ、各月ね、僕はね、まあ最初の冒頭ね、録画データ消えちゃったっていう話ですけど、各月に整理をしてるんですけど、6月がね、アップデートも入ったのと、まあ途中2週間ぐらいかな、毎日日本投稿してまして、ここ最近もね、レジェンドの動画と合わせて毎日日本投稿してる頃かなと思うんですけども、まあそういった関係でね、いつも以上に容量が多くなってました。まあそれによってこれは、ライブで撮れなかった感じですね。うん、ちょっと長いので飛ばしていきましょうか。さあ、78、9といって、どこまで伸びるか。もう80までいけそうですね。大砲までは削り切れず 80% です。さあ、クラウス、スーパーホグ。結構クラウスもね、戦闘飛んでくること多くなりましたね。クイヒーのスーパーホグ。突撃艦セットに切り替えて、クイーンを6時、タウンホール投げそう。レジェンドでもね、こういう配置を、タウン突して逆サイクイヒーみたいなことやってたんで。タウンホール突撃艦レイジまで置いて確実にというところ。クロスまで折れたら嬉しいけど、下の方はキングに捕まってますね、クイヒーは。まあトルネードも解除できたし、まあまあまあって感じかな。うん、ちょっと上振れは引けませんでしたが、タウンホールは確実にゲットしつつ。まあこういうところね、以前だったらね、スニゴブセットで確定でね、簡単に処理ができるようなタウンホールだったんですけど、そう考えると呪文ゼロでタウンホール取れるのってやっぱ強すぎましたかね。レイジ一発ね、2枠分使ってというところ。まあインビジブルとかでね、なんとか節約してタウンホールを取る方法もあるんですが、まあ確実に、まあプラスでトルネとかね、何もなかった時に、ね、タイチクロスとかが折れる可能性があるのはトツイエティのいいところですよね。ウォルブレカしっかり繋いでいって、真ん中マルチ IT まで触れれるようなところまで入れていきました。さあ、イーグル先降りつつ、ラバ処理ですね。キングの方がちょっと苦しいかな。最近ちょっとキングパートが捕まることが多い気がするな、クラスのこのクイヒーの時に。さあ、投石処理まではいけないですね、テスラと出てきて。ロイヤルチャンピオンにもここで見つかっていきました。まあ、特にここはね、確実に降りるような形です。呪文を割いたりとか、アイゴレとか、バルキリとか、そういうのは一切割いてないので、まあ仕方がないところかなというところで。さあ、初手のトームでスーパーホグ進めていきます。まあ投石の方もね、ケアできるように、ちょっとだけね、9時の方も作っていきました。通常ホグも差し込みつつ、スケルトンの呪文、シングル IT ですね、右側だけ。
クイーンの方は中心入らず外周部へ、カットがちょっと間に合いませんでしたね。あとはロイヤルチャンピオンフリーズインビジブルでどれほど伸ばせるかというところですが、相手のクイーンの方はロイヤルチャンピオン届きまして勝利はできました。クイーンの方はね、ちょっとここクローク吐くことになりそうかな。さあクローク打ちたいけどちょっとこれは打てず、まあ、正確には打ったんですけど透析機のねレイジターが乗った関係上でやられてしまいましたね。クローク打ててればもうちょっと余力は出そうですが、どうでしょう。さあロイヤルチャンピオンまだ能力残ってますね。さあここでかましていってトゥントゥントゥンと右側の回収はできそう。あとはレイジタワーに乗ったマルチダイクがロイヤルチャンピオンどれほど戦えるかってところですが、さあリギここは一旦止めてはくれますが、レイジに乗ったダイクが結構火力高いですね。帰ってきたマルチもここでやられてしまって、さあ 94% ストップですね。さあ対戦相手、おー14体も積み込んでスーパーホグ編成、14体はかなり多いですね。レイジも5枚型ですね。さあトツイエティを投石区画に投げ込みつつというところ。さあレイジ1枚打ちつつ援軍も釣れましたね。美味しいトツイエティになっているテスラの方も折れていく。だいぶ伸びてますね。あとはタンクイヒーかましてくって形かな。通常ホグちょっと欲しかったかな、これは。さあ、インドラとアーチャーが少しだけ下側釣られてますな。ポイズンの位置が良くないですね、これは。ラバを中心にかけなきゃいけないのと、今回ヒーラーがね、こうして焼かれていく。ポイズンの位置良くないですね、これはね。ちょっとこれは撃たれていく。このバルーンは回収してくれるかな？ポイズンタワー。これはめっちゃいい。ここで回収できるのめっちゃ美味しいですね。キングを外周部サイドカットに入れつつ、ヒーラー失っちゃったんでね、ホミングチェックしっかり奥まで見入れたのはでっかいですね。外周部キングでカットしてタウンホール。まあそろそろホグ入れたいかな。9時から3点じゃないかな。だったらもう始めたいかな。キングの方もフィスト使いつつだいぶ貯めてますね。これ下から行くつもりなんかな。さあレイジここまで貯めていきつつ、貯めすぎたよねこれはね。ウォールブレイカーも中心部には通らず全然出さない。まだ出さない。さあインビジブルで守っていきつつ始めてほしいな。さあここから下から行きましたね。かなり待ってここでの展開ですが、おでんに捕まってますねロイヤルチャンピオン。ここもロイヤルチャンピオンにかかるトームが打ててないですね。このロイちゃんの初手のレッドゲージになるのマジで無駄なんで、普通にホグ盾にして出したいですねこれはね。単品で使うんじゃなく、せっかくねロイヤルチャンピオン盾としてなるユニットたくさんいるのに。この戦術はね、ロイヤルチャンピオンの能力を守る戦術ですからね。さあ、ここで溶けていきまして、クイヒの方もね、余力あるんだから、ちょっともったいないかなって感じですかね。漢字側から展開したことで、クイヒが今、仕事を失ってますよね。まあ、9時から展開すると、これ、9時から来たホグと、クイヒと合流するような展開を作れそうだったんですけど、トツイーティのね、バリューを生かして、ウィヒールートはかなり綺麗にやってったんですが、ちょっとスーパーホグのパートで取り切れなかった形の印象を受けますね。さあ、85まで行きつつ時間切れですね。85% です。さあ、森尾さん、クイラバかな？クイラバ、バルーンも30体とかなり多め。9時にシューターを置きつつ、6時からクイヒースタート、スニゴブサイドカットというところですね。スニゴブ、スニゴブ、アーチャーと。あ、通常バーバリアンだったな。イエティも使ってやってきますね。解放まで切りつつ。エティ行きたい。さあ、ここは、対空砲にもだいぶダメージが入りました。
レイジータワーの乗ったこれは火力が高いところなのでしっかりフリーズをかけつつ、ウィヒーはどういう円ルートを描いているのか。基本的には右に戻したいような感じだと思うんですけど、あーストライカー、いいバネというかストライカーが動き方悪いというか。さあ援軍と当たる位置も非常にいいですね。キングも捕まっているところなのでここはレイジーに乗せたストライカーさせていきますが、またしてもストライカーがちょっとずれた角度で入っていきました。まあ、ロケバルの強いところはね、こうやってねポイズンの位置をずらせることですね。タイミングもずらせますね。まあ、結局ここでパピーにポイズンが使えないのでちょっと時間を取られるっていうのがねロケバルの強いところです。さあシューターの方は迫撃砲捕まりつつ、まあ、ちょっとここの辺の延命は難しいかな。出てきたユニットで投石触れるような形になるといいんですが、どうでしょう。中身は触れそうなものは出てきましたね。ただエアスイも向いてるので、さあホーミングヒット、クイーンの方は下側クイーン、あーっと伸びない、宝石は残っちゃいましたね。フリーズかけつつこの辺うまいですね。火力の管理が非常にいいですね。まあ、こうなるとマルチにロイちゃんさしつつ、宝石マルチマルチ全部ロイちゃんで見ることになるかな。あとはタウンホールラバルという形ですね。本命ラバルをタウンホールされるような角度でしっかり出していきつつ、レイチ。ここでもう爆破じゃなくて、ここでトーム合わせたいですね。ナイストーム。さあ、キングの方でターゲット拾ってもらって、クイーンね、クロークしっかり残してますね。ああ、巨爆出ちゃった。おっと、これ撃てる？外から撃てる。マルチ IT でした。さあ、ロイヤルチャンピオンマルチまで去りつつ、モノリス、レイジター乗ってるけど、ディギーが入ったが、バルーンが集まっていく。いや、ナイス全開。ガーソス。クイヒーラバルもね、バルーン30体ということで、かなりバルーンの数はね、多めだったので、タウンホールプラスでね、各施設に残してね、こうやって最後に出せるバルーンも、猶予ありましたね。ナイス展開。さあ、メチュオ。クイヒーラバルですね。昔ね、トンピナイエンパイアとかでやってた人ですね。世界大会の出場経験もあるような人ですね。さあ、トライハードがちょっと似たようなクイヒーやってましたね。あの時はね、天才型でやってたんですが、迫撃砲をこれでケアするので、うん。シューターが3時投石機の方に刺さっていきます。うまい。この作りうまいですね。さあ、ウォールブレーカー2層を開けて真ん中マルチまで触れるようにしつつ、外周部を削っていくと、おお、内側綺麗に入りましたね。さあ、マルチを折ってから援軍ストップなんですが、ちょっとだけ早かったですね。あ、いいウォールブレーカー、それ。めっちゃいいウォールブレーカー。なるほどね。クイヒーのルートめちゃくちゃうまいですね。これはイーグル砲の方へクイーンを誘導させていく。めっちゃうまい。さあ、クイーンのターゲットずらしたくないですよ。ロイヤルチャンピオン。あ、じゃあいや、クイーンの方がね。あー、結局。第一のターゲット取り続けてくれてたんですけど。ただ、これ、燃焼ダメージ超入ってるんで、うん、いいですね。クイーンに対して ストライカーもね、追加で出していきつつ、イエティで処理を行っていきました。さあ、いいインビジブル。クイーンの延命していって、レイジー2枚とフリーズ2枚が残ってる状況ですね。さあ、クイーンはここ、しっかりイーグルを出せに行き、タウンホールラバルですね、あとは。うまーい。キングボス、そして残ったクイーン。さあ、マルチ IT どうケアするかですね。タウンホール前からラバルスタート。リツ島にもバルーン当てたいかな。あ、レイジはここに当てるかな。バルーンちょっとタウンホール当てすぎかな、これは。どうだろう。さあ、レイジ、トーム。そうなると、このバルーンで中心部を削りたいという形ですね。クイーンの方もしっかりトームを合わせていきます。さあ、まだ出してなかったロイヤルチャンピオンを9時から展開。ウォールブレーカー使いつつ、さあ、モノリスのところまでね、角度変えて、まあ、ウィズ島に出したバルーンたちがこうやって集まってくるので、ウィズ島にバルーン当てた方がいいかなって、ね、さっき言ったところですね。さあ、ロイヤルチャンピオン、リクスケ捕まって、呪文がないので、ちょっと時間かかってますね。ここは突破できるんですけど、マルチがちょっときついかな。さあ、ディギー止めろ。止めてくれて、ちょっと攻撃はできているが、リクスケルトンによって捕まってしまいました。さあ、逆サイドからバルーンが入っていきますが、ホーミング。ホーミング。さあ、オウイル。
大工小屋を。たくさんユニットはいるんですけど、マルチ IT の射程が長すぎる。さあどんどんユニット溶けていって、クイーンが合流しました。さあディギーはここにもつきつつ、ラスト大工小屋なんですが、これは壁を殴りつつ、オウルさんが殴っていって 98% ということで、実はこっちにも施設が残ってます。いやー、うまかったんですけどね。惜しいアタックでした。非常に惜しかった。さあ各スーパーホグですね、シューターを9時に展開させつつ、タウン前からクイヒーを行っていきます。なんかめっちゃ火力高そうですね。レイジタワーに乗って、モノリス対地クロス、タウンホールがレイジタワー化されていきます。まあ、スケルトの呪文は一発ここで竹取りのような感じで使っていく形かな。モノリスのターゲットをしっかり見極めて、ここでいいタイミングで撃っていきました。レイジも乗せつつ、そうなるとテスラまで出てきて、だいぶレイジタワーいかついですねこれ。さあベビードラカット、ここはレイジタワーがまだ発動しない。さあモノリス捕まりましたんで、ここはフリーズ一発しっかり、火力高っ。大砲もバルーンで切って、もう一発どっかで必要ですね。ここで、おっと、対地クロスは入りませんでしたが、止めていきます。これ乗り切ったら結構安全かな。まだレイジンも2発残ってるんで、タウンホールの裏もね、マルチインフェルノっていうところで、ここでまずはレイジを置いていきます。ダイクとかテスラって意外とね、舐めてると火力高いですね。キングを12時展開しつつ、痛いホーミングヒットですが、仕方なし。タンホールも綺麗に落とすことができました。キングのためのウォールブレーカーも使っていって、ちょっとただキング待つには時間がかかりすぎちゃいますね。ウィズ当てたいかな、対空砲に。通常ホグでもいいけど、さあ援軍と当たりつつポイズン置いて、あでもキングの方で、ロイヤルチャンピオンこっちつけてきましたね。まあ、合流する形で出すかな、ホグを出していきました。これね、結構レジェンドでやるとね、気をつけなきゃいけないポイントなんだけど、たまにねキングについてくんだよね。ホグが足早すぎて追いつけなくなった瞬間に、キングの方が近いからってことでね、キングにターゲット変えて、キングに一瞬、これ一瞬今キングにターゲット突きかけてたんですけど、ただ今回はね10体とスーパーホグの数も多いというところで、しっかりついていってくれている。さあロイヤルチャンピオンもようやくここで合流していきます。さあインビジブルあるんですが、ロイヤルチャンピオン能力使ってロイちゃん延命をどうにか試みたい。さあここで使っていって、どうだ、マルチインフェルノまでは突破させつつ、クイーンが回ってきてくれる。さあポイズンリザード、いいぞ。ポイズンリザードはやられちゃったか、残念。ただ突破ができてます。裏からホグライダー合流していって、うまい。さあいいですね、サイダーに対してアーチャー差し込んでいって、クローク回って前回 GG と。この火力でクローク残せるクイヒー、さすがですね。さあクイヒーラバで対戦相手、クイラバも対戦相手多いですね。今回森尾さんもクイラバやってたので、クイラバ久しぶりに多い回になってますね。まあラバルの数がねやっぱ露骨に減って、まあ最近ねまた上手い人しかやってないような戦術もありましたね。ちょっと前までは結構誰でもって言ったらあれだけど、結構雑に、とりあえずラバルでいっかみたいな人も多かった感じはありましたよ。さあ、イーグルにクイヒー誘導させつつ、キングを6時って感じか。ああ、6時から4時の投石区画って感じですね。今のベビドラカットはできればキングと同時並行でやってきたかった感じですかね。シューターの方も空打ち分があるので、少し、落ちてますね、ダメージ。なんかこれ入ったんかな？こんなに HP 持ってかれるっけ？さあ、ヒーラー一体、焼かれてしまいましたが、まあ仕方なし、かな。トルネード？援軍はここフリーズかけたい。おー、なんとか間に合っていく。フリーズから打つと多分対地クロス折れてましたね。キングの方をちょっと早い感じですが、ここに入れてきます。呪文はラストレイジがあって、フリーズ2発、ロイヤルチャンピオンも遅れて登場というところ。
さあ、シューターイエティ、めちゃくちゃ惜しい。投石までは突破はできず。キングの方もロイヤルチャンピオンのところ、投石のところ触れてはいるんですけど、どうでしょうか。うん、投石までは突破していって、ウォールブレーカー入れていきますが、おでんぞ気をつけたいですよ、ウォールブレーカー。これは届かないですね、多分。フリーズかけていきましたが、うん、ここは伸びず。ポイズンタワーが入ってきた。ロイヤルチャンピオン能力残ってるということで、ここはいい延命。クイーンクロックをしたい。クイーンクロックをしたい。ナイス。さあ、ラバルパートスター。あー、ちょっと高めのタイミングでね、こういうのもあるのでね、押す方が本当はいいんですけど。仕方なしですね。いや、このミリで残った投石が最後めっちゃいい仕事しましたね。ちょっとやばいかも、このラバル。ストームかけてナイストームですが、エイジに乗って戻っていきそうですね。呪文ター寄ったら危ないところでしたが、大丈夫です。こうなっちゃうと苦しいですね。惜しいな。ちょっと何かが変われば結構結果も変わりそうなアタックな気がします。やっぱね、そもそも PS が必要な戦術っていうところでね。惜しい。本当に、ここだけだね。ここが突破できてればなんとかなってそうなぐらいの余力は残ってるんですけど。さあ、81% です。さあ、カズマくん。天才のドラゴン。ライトニング3発ですね。対空砲が折れる。あれになる、天才になるのって。あ、どこ折ってもいいけど。ルート整備するなら12時か、36とか、ですかね、どっか。6時。4施設カットできる。これうまいっすね。クイーン単体で9時起きつつ、今回はね、ヒーローのためにゴーレム採用してるので、この辺もうまいポイント。スダシキング始めていって、ゴーレム、ここ、対地大丈夫か？対地クロスは？ちょっとタゲは間に合わず、フリーズを後々一発使うところですね。さあ、ドラゴンに対して、ここは、フリーズを使ってあげつつ、インビジブルでクイーンを守ってターゲットをずらしていきつつ、スケルトの呪文を使ってね、モノリス対地クロスの竹を外してますね。さあ、いいトームでタウンホールの方に突撃艦届けつつ、ドラゴンたちにもめちゃくちゃ綺麗なトームがかかって、中心マルチもフリーズかけつつ、クイーンが内側入っちゃったんですが、これは援軍釣ってきましたが、ナイスクロークでモノリス一戦。さあ、相手のアイスゴレムにね、捕まってドラゴンたちもちょっと足を止められてしまってるんですけど、中心かなり綺麗に進んでますね。いいダブルフリーズ。クイーンも延命していくような対地クロスフリーズかけていきました。折れそう。さあ、ロイヤルチャンピオンをまだ出してないところ、ここでレイジは難しいところでしたが、ここまで残していったんですね。さあ、ユニコーンにもレイジが乗ったことで、クイーンの HP はまた回復していって貫通。さあ、ロイヤルチャンピオン残ってますよ、まだ。ロイヤルチャンピオン、この展開で残せるんか。さあ、あとは、タウンホール側からね、落としてくれたところ、流れたドラゴンたちも結構量が多くて、そっちでマルチとかね、キングの処理ができてますね。さあ、ロイヤルチャンピオン能力残して。いや、うまいな、4ヒーローしっかり生存しつつ、ドラゴンも3体ということで、ドラ編成でしっかりドラゴン残ってるのはほんと強いですね。さあ、対戦相手ラストアタック、7-1かな ?7-1 天才だと、クイーン投石のところか、イーグル砲のどっちかになってくる天才になります。まあ、投石クイーンの方が一般的かなという形ですが、これもあれですね、スミスがグッと配置。さあ、うん、投石、まあ、アーチャークイーンというところを天才で追っていきつつ、なるほど、クイーンを3時から展開して上が寄せるようなサイドカット始めましたね。あ、ゴーレム使っ、あ、早くない？ゴレキングってちょっと早い、ちょっとどころじゃないな、だいぶ早いですね。これ、そういう使い方すると、クイーンは、内側入りそう。さあ。ゴレキングでイーグル区画を見ていきつつ、ロイちゃん出すなら12時、出さないんだったらまだ手元に置いとくって感じかな。さあ、ラバルパートスタート。
さあ援軍出てきてフリーズ使いつつキングの方はもうやられてますね。イーグルまで落とせるかどうかというところ。さあこちら下側からラバルパートもスタートしていって、クイーンはまあやっぱり内側入ってグロックとか使ってますね。んー、ちょっとクイーンのバリューがもったいないかな。しっかり待ってあげればね、それだけでクイーンとキングは合流できていいパート作れそうだったんですが、さあ9時の方からロイヤルチャンピオン展開していってますね。タウンホールにしっかり合わせるトームをかけつつ、このボマー強いっすね。対1クロスからマルチ IT へ、エアスイーパーもギリかかるのかなこれ。あー、ホーミングチェックは本当はしたかったポイントですが、流れではなかった、ね、ちょっと忙しかったようですね。さあロイヤルチャンピオンの方に援軍が届きまして、これロイヤルチャンピオンにもしっかりかかってますね。ロイちゃん対決のポイズンにもなっていって、さあマルチ IT はディギーが止めてくれる。さあボマーがめちゃくちゃ強かった。ボマーから来たライダーがここはたどり着きつつ、おでんぞうもここは止めていって掘り寄せるか。ディギーでロイヤルチャンピオンはこれ迫撃砲一発耐えれないですね。さあここはうん、ディギディギアーチャータワーを止めていく。そのストップ激強い。これ世界変えるディギーしてる。さあ対空砲も固まりましたが、まあ、ガーゴイルここは落とされていく。さあ止まりましたが、あとはパピーとオウルでゴリ寄せるかどうか。対空砲さえ突破してしまえばというところですが、赤枠とかはもうなさそうですね。さああとは数で囲んでいって、オウルがたどり着きまして、トライユニテッドでの前回ガーサスと、いやちょっとプレイング的にはクイーンが非常にもったいないというか、本当にサイドカット何施設かやってクロック打っただけで、ヒーローパートとしてはね成立してない感じだったんですけど、ナイス前回ですね。最終アタック星さんもクイヒーのスーパーホグホグですね。まあ、だから逆に言えば今のクイーンだけね、もうちょいやってあげればめちゃくちゃ強い前回になるというか、すごいいいプランだったってことですよね。ボマーもかなり強そうだったし。さあこれはベビドラで降りつつ突撃感を添えていきます。うん、いいホーミングチェック、奥のところまでしっかり届きまして、投石クイーン援軍釣りというところまでレイジなしで行えますね。投石オッターナイス、迫撃も切れて、タウンホールの方にクイヒーを誘導するようなイメージですね。よめちゃくちゃ強い。お、キング、めっちゃ近いところから出していく。あ、ウォールブレーカー、そこ入れてくんのか。なるほど。かなり直線的な食い火になりますね、そうなると。さあ、イゴレ捕まり続けて。おっとヒーラーが、これちょっとやっちゃいましたね。クイーンがひたげなかったので、まあ、キングとクイーンを近づけて出すところの、あれですね。まあ、あんまね、クイヒーまだこういうミスとか、数こなしてないでしょうからね。あるあるなミスなんですけど、ちょっとそこまでは、まだ、できてなかったが。さあ、インビジブルタワーでタウンホール隠されて、キングヒーラーになっていく。クロークしっかりタウンホールまで残していきたいので、レイジインビジブルで守りつつ、タウンホールはしっかりここでクローク突破かな。フリーズを使ってくけど、それはさすがに落ちそうかな、ポイズンで。さあ逆サイドからスーパーホグ展開していきます。さあトルネに助けられてるな、むしろ。ここでクイーンはクロークを打っていきますが、結局このポイズンで溶けちゃうかな。マルチまでいけるかな。さあボムターから打つか。うん、どっちも壊せずというところ。さあここはレイジ起きつつ、ストライカーでキングの方も処理して、外周部ね、しっかり通常ホグで投げていきます。突破していってフリーズ1枚。投石区画にテスラが非常に固まってて、バリューとしてはかなり大きいですね。フリーズのバリューがえぐい。さあ、投石区画はとりあえず投石から突破しつつ、テスラ追ってリクスケ捕まっていきます。ロイヤルチャンピオンは能力解放されて、まあこういうのね、絶対飛ばしちゃうときは飛ばすしかないですね。この方がね、防衛施設からの打撃を弱められるので。さあ、マルチが残ってく感じかな、終点。アーチャーで回収して、地を縮めていきつつ。さあ、神ディギー入るか、これは。おでん？
おでんがやる気を失った。外周部のライダーウィザードに反応していきつつ、マルチ IT には興味がなかったようですね。まあどちらにしろちょっと時間が足りずに 92% ですね。惜しい。はい、というわけでね、終わりまして13対11ということでね、まあ結構破壊率も高いアタックが多かったので 97.20% ナイスアタックとナイス展開でした。こうやって見るとね、ナビのメンバーもスーパーホグ使う機会がかなり増えてきた印象ありますね。序盤はね、あんまり使ってる人いなかったんですけど、結構使う人増えましたね。で、かなり通常のホグもね、混ぜての使い方っていうのが、やっぱり主流になってきましたね。はい。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価でお願いします。さよなら。